吉田さん、おかげさまでですね、政治系チャンネル8月からスタートして1週間で収益化して、で、いまだに報酬上がりまくりですよ。悪くても数百回で、動画5本上げたらそのうちの1本はだいたい1万回以上回るような動画っていうペースになってますね。ありがたいことです。で、今日上げた動画も3時間か4時間ぐらいで今1万回超えてるんですよね。美味しい。まさにね、特徴としてはサムネイルなんですよね。効果のあるサムネイルで当てて、その続編ですよっていう風にして、同じようなサムネイルを使うと当たりやすいかなと思います。特にの動画の中身ですか、中身はね、必ず私のトークが入ってるっていう風にしてますね。で、なんかその億万長者合宿の効果なんだと思いますけども、どんな話題からも山本太郎につなげることができるし、山本太郎からどんな話題にもまたね、つなげていくことができると。これは強いですよ、やっぱり。それこそね、朝日が昇りましたって言っても必ず令和新選組の話題に持っていきますからね。そのぐらい言ってますね、スイッチが、うん、すごい。視聴回数が100万回を突破してますね。うん、すごい。やっぱ自分でもすごいな、これは。アナリティクス入れてみましょうか。まあ政治のもんですね。でもね、同じような政治系チャンネルでいろんな人がアカウントバンされたり収益が剥奪されてるんですよ。いや、私はね、8割から9割私のトークですからね。要するにどっかから切り抜いてきたものを使ってるっていうのは補助的にやったりしますけども、基本的にないんですよ。そこかなと思います。で、これが一つのノウハウになってるんですけども、このノウハウをもとに儲かるノウハウっていう商品があるかなっていうところですね。うん。私喉痛めててね、この薬買ったんですよ。2000円したんですよ。中に薬剤が20本入ってます。だから1回100円ぐらいっていうあたりなんですけども、これでも動画作ったらまあ回るわけですよ。もはや何をしてもお金になるというね。何をやってもお金になるし、何を買っても税金取られるしみたいな感じで、お金がぐるぐる回ってるというところでございます。うん、まあでもね、お金をくださいっていうふうに言わないと、お金はね、もらえないですよ。言ったってもらえないんだから。だから何も言わなかったら、まさに言わないですよね。お金をあげましょうかなんて言われないですよね。まあビジネスの本質というか、ビジネスをしてるんだったら毎日物を売ることでしょうね。出会った人に100人中100人に売ることでしょうね。いってらっしゃい。